皆さんこんにちは。今回はこの陽光の女神オーダーを引くべきかっていう話なんですけど、まあそれ話した後この中でどれを引くべきかっていうのもちょっと話していこうかと思います。まあなんかこういうコメントがあって、コネクトやアクセルの使い勝手がわからないっていう方がいるんで、ちょっとまずそこから話していこうかと思います。コネクトスキルっていうのは、まあ、こうオーダーのこの新登場スキルレコードとかだとその効果テキスト載ってると思うんですけど、まあ、ここにコネクトチェイン効果っていうのが載ってるんですよ。で、こういう風にいくつ矢印いくつ矢印いくつって書いてあるのがコネクトスキルで、まあ、簡単に言うと自分の持ってるスキルレコを最大3つまで連結して、その連結したスキルレコードがそのこれを打つだけで全部あの連続で発動されていくんですけど、連結したやつは消費 SP0 で発動できます。で、まあ連結したやつのクールタイムの5分の1がクールタイムに加算されます。まあ、簡単に言うと、まあ、スキルを連続発動させるようなスキルですね。まあ、例えばこういう風に打ったら1連結目2連結目次2連結目出て、で3連結目打ってっていう感じですね。まあ、使い勝手っていう話なんでちょっと言うと、まあ、基本的にはこういうスキルでその攻撃強化のバフとかその闇弱化デバフとか、なんかバフとかデバフをかけるっていうのを優先して、でなんかスイッチゲージもうちょっとあの上げたいなって、まあちょっとなあの戦闘が長引いたりして、まああのスイッチを打つ回数上げたいなっていう時はこういうスイッチゲージ増加量が多いやつとか入れたりして、まあ大体バフデバフかけるためにあの入れるような感じですね。まああとは、まあこれはコネクトチェーン効果そんなに強くはないんですけど、まあ、コネクトチェーン効果がすごく使いやすいやつがあって、まあ、片手再建だと、まあ、俺は持ってないけど、まあ、当てるたびにクールタイムが減少する効果があって、それがすごく良くて、まあ、弓だとこういう風に自分にかかっているスタックを369って増加していくやつが強いんですけど、まあ、これ1連結目当てた時にスタックが3増加して、次に2連結目当てた時に6増加して、だから1連結目と2連結目当てたら3、6って増加するから合計9増加して、3連結目まで当てると合計18スタック増加するってやつなんですけど、まあ、これが本当に強い。まあ、これについてはまあキョンシーシノンがなんで強いのかっていう動画を前に上げたんで、まあそちら見てもらえればと思います。まあ、大体そういうバフ掛けのためにっていう感じではあるんですけど、まあこういう感じでなんとかスキルの使用時に攻撃力が1000、3000、5000とか、まあ風ダメ 50%、100%、150% って、まあこれ風属性スキル使用時っていう条件はあるんですけど、まあとにかくこういう効果が、まあさっきバフ掛けとか言ったんですけど、これは火力として使えますね。でまあ3連結目はまあモッドより強い場合もあるくらい結構強いんですけど、まあこれはあの連結分はスイッチに入れても発動しないんで、スイッチで発動してもあの連結効果発動しないので、まあ、モッドスキルをスイッチに入れる感じで、まあ、使い分けみたいな感じですね。そういう点では、まあ、俺が持ってるやつだとこういうやつで、まあ、この純情ラブレターユージオってやつが、まあ、スキル威力 1200% ぐらいなんですけど、これでも結構ね火力が出ます。3連結目だけど、でこれまあ非属性のスキル使用時攻撃力5000上昇の、まあ、勇気2枚入れないといけないんですけど、まあ、これね結構ねキャラ指定条件厳しいんですけど、まあ、非属性ダメ 150%、まあ、これねキャラ指定条件厳しいやつ多いです、この3連結目は。ただその分強い。まあ、あとアクセルはあの配布で誰でも持ってるんですけど、まあ、これ誰でもじゃないなって、確か56層あの100層の次の階層クリアすると手に入るんですけど、これあのスイッチ枠にあのアクセルスキルを入れると、ここがあの覚醒だったところがアクセルに変わるんですよね。でスイッチを2段階以上貯めてからスイッチ打つと、このアクセルっていうのが発動して、でアクセル中はとにかくスキルを打ちまくれる、あの貫突したスキルと、あの貫突してなくてもいいんですけどアクセルスキルを入れると、ソードスキルを入れると、まあ、とにかく打ちまくれる。まあ、具体的にはまあ、消費 SP0 でクールタイム3秒で打てるんで、まあ、何か打ったら、まあ、クールタイム3秒なので、あの次のスキル打ってまた最初に打ったやつもう一回そのクールタイム復活してるんで3秒終わってるんで、でまた打ってって、あの2つあったらまあ交互に打てるくらいなんですけど、まあ、とにかくあの連続発動できますね。まあ、結構貫突がきついんですけど、
まあ、大体今の環境ではバフがけのためっていう感じですね。まあ、コネクトが、まあ、火力上がる効果すごい後になって出たんで、まあ、アクセルもどうなるか分かんないんですけど、今のところはまあタンクとかバッファーとかがあのバフかけるために、パーティー用のバフとか、まあ、デバフとかかけるために、まあ使ったりはしますね。まあ、特に今イーディスバースデーオーダーが出てるんですけど、まあ、イーディスのスキルであの闇残剣の使い手イーディスっていうのがあるんですけど、これ防御弱化5デバフ、防デバ5っていうのがあるんで、これを貫突してアクセルで使うっていうのを、79層フロアボスとかでやりますね。79層フロアボスは、まあ、防御低下するとなぜかもっとダメージが上がるっていう仕様があるんで、まあデバッファーとしてこれまあ、これあればまあ参加できるみたいな感じありますよね。なんか、まあ、周回、まあ、だから簡単に言うとアクセルはバフがけのためなんで、火力出そうと思ってるんだったら今のところはそんなに強くはないんで、まあでもアクセルのでも、まあ、コネクトスキル、さっき言ったコネクトスキルに連結してそのバフが強いんで入れたりとか、まあ、もしかしたらまあそのまま使っても強いやつ、いや今のところはないと思うけど、まあ、さっき言ったようにあのコネクトの3連結目、こういうやつにスキル威力高いやつ入れると強いんですよ。まあ、これ 1200% だけど、まあ、最近出た仕様でなんか限界突破すると上がるスキル威力がめっちゃ高いやつあるんですよ。まあ、これだったら工場なんとかリズベット、これだね、これが最大1630って書いてあるけど、ほんと高いやつは 2000% 近くのやつがあって、まあ、それ貫突して3連結目とかに入れると強くて、さっきの火力上がるこのコネクトチェーン効果のやつね。でこれなんか説明すんの、これ変身するの大変だからまあ動画にしたけど、コネクトとアクセルの解説までやって、どのオーダー引くかまで解説するってマジで大変だな。これなんか動画長くなるけど、これみんな見てくれるかわかんねえな、まあいいやけど、まずまあいつも言ってるんですけど、このステップ3式、バースデーじゃないステップ3式は始めたての人はおすすめしないんですけど、本当重課金、重課金って言っていいほどじゃないけど、うん、どうなんだろう、めっちゃ課金できる人用ですね。5週6週とかできる人、5、6週だから、まあ、4万5万ジェムとかあったら、まあ、一気に引くかなって感じなんですけど、まあ、これは本当に、まあ、上級者向け、惰性、うん、どうなんだろう、91層だっけ、あれ91層でいいんだっけ、もうずっとやってないな、91って数字だか忘れたんですけど、多分91層だと思います。惰性 の弱点が惰性ですね、 のカオスドレイクっていうボスがあるんですけど、まあ、映画でなんだっけ、ピナがフロアボスになっちゃったみたいな、あれ映画だっけ忘れたけど、なんかカオス化しちゃったみたいな、ピナが超巨大になってそれと戦うみたいなボスだったけど、あれみたいなやつが、まあ、91層で出てくるんですけど、あ、合ってるね、これ91層だ。まあ、この91層フロアボス弱点惰性なので、まあ、いいっていう感じではあるんですけど、まあ、多分これをわざわざ引く人は、まあ、カオス215のカオスナーシャっていうのを、まあ、やるために引くと思うんですけど、まあ、カオス倒滅戦っていうやつですね。まあ、今カオスグリームアイズで弱点突飛なんですけど、その一つ前ね、カオスナーシャって言って惰性が弱点なんで、まあ、それやるようなんで、まあ、どれ引いていいか分かんないっていうくらいの人は多分それできる実力じゃないと思うんで、多分ね、分かんないけど、まあ、そういう人はこのオーダーはまあいいスキルあるんですけど、まあおすすめしないですね、始めたての人には。まあ本当に上級者向けというか、そういう感じで。でまあこの陽光の女神オーダーとか、このクロニクルオーダーはステップ5式なんで、こういうやつはおすすめですね。このステップ5までいけば、まあ、ピックアップ4つのうち1つが手に入るので。でまあこの突飛のね、片手再建のやつが、まあ、クリティカルダメージ 120% っていうのあるんですけど、まあ、クリティカル発生率が 300% 上がるような片手再建のモッド素材があるんですけど、例えば、まあ、こういうやつですね。まあ、これとか、あとは、これじゃなくて、これ、ハート狙い撃ちだ。これも、クリティカル300で、まあ、この2枚しか確か出てないと思うんですけど、まあ、これがあったら、まあ、85層フロアボスで、まあ、突飛で、まあ、すごくいいと思うんですけど、まあ、イベントとかだったら、まあ、作詞、
アルゴみたいな作詞系のバフ使って、まあ、クリティカル出してって感じで、まあ、そういうので使う人だったらいいんですけど、まあ、わざわざオーダーで狙うってことは、まあ、そういう属性耐性がある敵用に引くと思うんで、まあ、これすごくいいですね。まあ、理想を言えば弓が一番火力出るんですけど、まあ、85層くらいだったら、まあ、今全然片手再建で来る人もいるんで、まあ、ステップ5式で狙いやすいっていうのもあるんで、まあ、これ、まあ、全然始めたての人引くのいいんですけど、まあ、パワーライズ3とか4とか持ってない人だったら、今出てるオーダーは、あまりおすすめしません。まあ、モッドとかはあるんで、モッド欲しい人だったら、まあ、これがね、まあ、残火勢で、まあ、ウィンドパンプ、バンプって俺持ってないんで、多分、どんな感じだっけ？忘れちゃった。まあ、モーションは忘れたんですけど、まあでもこれ有事を2枚条件なんで、まあ有事を2枚持ってない人きついと思うんですけど、もうステップ5式に入ってくるような直剣モッドって大体まあもうキャラ指定条件厳しいやつしか入ってこないし、まあ今ね、ユージオとアリス大体強い、大体っていうか強いやつ増えてきたんで、片手直剣で。まあ、どうなんだろう、でも始めたての人だったら、まあ、まあ、いいのかな、ないよりはいい。まあ、狙いやすいっていうのでいいし。まあ、これは風以外が低下するんですけど、まあ、スイッチ増加の効果があるんで、まあ、これは、バッファーとかにいいですね。バッファー、スイッチ打てる回数が増えると、バフデバフ、まあ、特にスタック系とかね、まあ、烙印とか打つときに、まあ、スイッチゲージ上がってすごくやりやすいと思うんで、まあ、HP も増えるんで、まあ、ただ、でもアクセル延長もいいですね、バッファーとかに。いいんですけど、まあ、始めたての人が引くならあまりおすすめはしない。まあ、バッファーとしてやるんだったらすごくおすすめです。まあ、これも、バッファーとしてやるんだったらすごくおすすめ。まあ、スタックブーストなんで、まあ、非属性強化しながら、なんかやるとか、まあ、攻撃強化もまあ、ついてるし、まあいいんですけど、まあこれは、まあ、モーションが、シャイな海辺小春ってやつと同じで、まあちょっと打ってみますけど、ちょっと打つと少しずつ前に進むやつで、多分それと同じだと思うんですけど、それ、ね、シャイの海辺小春も同じね、PT 攻撃強化4バフなんですけど、まあ、これは、普通にっていうか、まあ、強いですね。なんか、バフ効果で、その属性ダメージ上がるものって、まあ、なかなかなくて、そのパーティーバフ、片手コンのやつ。まあ、例えば、これ片手コンで唯一の突属性強化バフなんですけど、そのパーティー用の。まあこういうやつとか、まあなんだろう、消防勇気とかっていう、なんかまあ、俺持ってないんですけど、まあ水属性強化する代わりに水以外が弱化するやつとかもあるんですけど、まあこれ5秒間なんですが、まあこれ貫突して、まあアクセルで使うっていう人もいるかもしれないですけど、まあこれ、強いですね、やっぱり。何かしらで使えるんじゃないかなって。まあ、ギルランでね、非属性弱点だったらもう使えるし。まあ、このね、フレームフォースってやつね、突水印っていうね、打属性が弱点の敵、刻印のなんか 2.5 倍バージョンダメージが上がるやつ。まあ、それとこのフレームフォースついてるね、なんかリズベットだっけ、なんか忘れたけど、多分リズベットのスキルがあったと思うんですけど、まあ、本当はそっちの方がいいんですけど、まあ、これもね、すごくいいやつなんで、しかもね、スタックブーストだしね。まあ、何かしらスタック上げる場合はね、すごくいいし。まあ、多分ね、これね、話すとね、まあ、いろんな場面が多分考えられるから、もう話してるとちょっと長くなりすぎちゃうと思うんで、まあ、ただ始めたての人は、バフじゃなくてやっぱ、なんか、まあ、バフもね、いろいろね、本当に必要なんですけど、パワラ3とかパワラ4とか直剣モッドとか、まあ、他の武器のモッドとか、まあ、モッド素材とか、まあ、いろいろさ欲しいのがあると思うんで、でもこれあるからな、片手再建の突飛と、この直剣モッドの残風のやつ。な、これ83層フロアボス弱点残風なんで、まあ、これ使えるって言いたいんですけど、多分始めたての人83層とか、なかなかいけないと思うんで、なんか言いにくいけど、まあおすすめですね。まあこの中だと、まあ、始めたての人は、でもこれがね、これがね、アホほど強い、マジぶっ壊れ。マジぶっ壊れ。これさ、イーディスのスキル枚数かける。
20% 残弱ってさ、イーディス2枚入れたら 40% でしょ、まあ、これ1枚、これ自身がイーディスだから1枚で 20% で、もう1枚入れただけで 40% で、3枚入れたら 60%、4枚入れたら 80% でしょ。で、4枚入れると攻撃力800上昇なんで、まあ、パワーライズと同じくらいで、しかも HP 半分以下で攻撃力が 20% も上昇するって、まあ、覚醒じゃなかったとしてもアホほど強いっていう。で、まあ、特に直剣モッドは、まあ、モッド素材が防御力かけるに攻撃力が上昇っていう効果があるんで、まあ、この属性ダメ、攻撃力型なんで、こういう属性ダメ、弱点ダメと釣り合いやすいっていうのがあるんで、多分、これめちゃくちゃ強いですね。直剣モッドを使うんだったら、これ本当に当てた方がいい。で、まあ、このイーディスバースデーオーダー引いてるうちに多分、他のイーディスとかも出ると思うんで、まあ、これね、あるとね、これね、俺欲しくて、まあ、これが欲しくてオーダー引くわけじゃないけど、まあ、近いうちにもしかしたら、俺この闇残剣イーディス欲しくて引いたっていう、引いてみた動画とか出すかもしんないんですけど、まあ、多分出すと思うんですけど、まあ、これね、始めたての人、まあ、迷うね、でも、モッドが欲しいならこっち、直剣モッド、片手再剣モッド欲しいならこっち、まあ、ただ条件ね、有事を2枚っていうの厳しいから、まあどうなんだろうね、スタートダッシュステップアップオーダーとかで、例えばお茶会アリスとかリセマラで当てた人は、まあこういうの引かなくていいと思うけど、本当に始めたてだとね、まあ、片手再剣の突飛欲しいんだったら、まあ、引いた方がいいと思うけど、まあ、こっちのがアビリティ欲しいんだったら、これが一番おすすめ、まあ、おすすめ度としてはこっちのが高いかな。もうこれ本当強いと思うんで、まあなんかいや違うよみたいなこと言う人いったら、まあコメント欄で教えてもらえたらありがたいんですけど、まあ、俺これ引いたんですけど、これは片手コーンのこのパーティーバフ、筋力増強のパーティーバフっていうのがあるんでこれ引いたんですけど、まあ、このオーダーどれも大体、まあ、バフとかかけるやつとか、まあ、こういうコネクトチーンとかね、強いやつもね、まあ、いっぱいあるんですけど、なんかあんまりおすすめはしないかな。あ、でもこっちか、あれだな、あ、これ探検か。探検じゃねえな。直剣モッドないのか。あ、直剣だと思った、これ。違うのか。直剣じゃなくて探検なんだ。まあ、こういうやつね、まあ、使えなくはないんだけど、7連撃って結構連撃数が長くて、まあ、これが、このモーションがどれくらい早いのか俺わかんないんですけど、まあ、多分インセンディアリーみたいな、ここは通行止めだみたいなやつあるじゃないですか、こういうやつ。これと多分同じだと思うんですよね。これ単体7連撃なんですけど、このオーダーあんまり本当に始めたてだったらあんまりおすすめしない。でも今引いとかないと、まあ、これ多分すんごい手に入りにくくなると思うんで、このキャラ自身が本当にこのイラストのやつ欲しいっていう人だったら引いた方がいいけど、始めたての人とか、まあ、復帰勢とかはちょっとスキル揃ってない人とかはおすすめしないです。だからこの中で言うと、まあモッド欲しいなら陽光の女神オーダー、アビリティ欲しいならこのイーディスのこれ狙いですね、これだと思います。まあなんか最近出る直剣モッドってキャラ指定条件厳しいんで、まあモッドステップアップオーダー最近ずーっと来てないんですけど、まあそういうの来たら、まあ引いて集めた方がいいのかなとも思うんですけど、まあモッドステップアップオーダーは、まあなんかなかなか欲しいやつ当たんなかったりするんで、まあどうしていいかわかん、なんかどう答えていいかわかんないんですけど、まあ、まあでもこういうの狙うしかないよな、直剣モッド欲しかったら。やっぱ、そうだな、これ引くしかないのかなってなるんですけど、まあスタートダッシュステップアップオーダーね、今いっぱい引けるんで、まあ復帰勢はねちょっとそこら辺ね引けないから厳しいんですけど、もっと本当に持って なかったらこれ狙うしかないのかなって思います。まあでもやっぱどっちかっていうとこっちかな、今狙うんだったらね。まあステップ3式ではあるんですけど、これバースデーオーダーなんで、これステップ3一番下まで行くと2つね、提供割合が 25% 2つなんで、まあステップ5式のやつだと、まあピックアップ4つが全部 25%、 25が4つで 100% になるんで、まあこれ2つだけ 25% なんですけど、まあ、2つ分はステップアップ5のやつ、ステップ5式のやつと同じくらいの当たりやすさなんで、まあ、他にもねイーディスはね強いスキルがいっぱいあるんで、
まあ、すごくいいです。いいと思います。すいません。すいません。まあ、大体そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。